よう寒い中頑張ってんなお前は。あれはもしや。終わった、たたたたたたた。腹広カマキリの卵嚢ですね。見つけた。この地域はね、まだ胸焼く腹広カマキリが進出してきてないんで、国産腹広の卵しか見当たらないですけども、いやーよかったよかった、今年もこの公園で増えたらいいな。さあここはね、夏になったらキリギリスやバッタがねたくさんいる草むらなんですけれども、まあ、もちろん冬なんでね、ないようになっております。基本的にバッタキリギリスっていうのは冬の間は土の中で卵の状態です。でも首キリギスっていうキリギリスと土イナゴというバッタはですね、成虫のまま越冬します。あったかい日にはね活動してる個体もいるみたいなんで、もしかしたら今日出会えるかもしれないということで、ちょっと冬を頑張って生き抜いてる彼らを探してみようかなと思います。もちろん彼らもね、草の根元でおとなしくしていることがほとんどなので、活発にピョン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 はしてくれないとは思います。いいかな。いいからな。気温はね、汗かくぐらい暑いんですけどね、出てきてくれないな。うわぁすげえ。でっか。うーわ、大きいオオカマキリの卵嚢です。人生で見たオオカマキリの卵嚢で一番大きいんじゃないかな。めちゃくちゃ大きいこれ。うわー、こう草刈り入らへんかな、大丈夫かな。なんかね、他の種類とは違って成虫で頑張って冬を越す生き物らしいんよ。それ土イナゴと違うか。いやでもな、おかんが言うには、子供はみんなカブトムシそっちのけでそれを探すって言うんや。ほな土イナゴと違うな。土イナゴはカブトムシには勝たれへんからね。おったいました、土イナゴです。あ、めっちゃ嬉しい。よう寒い中頑張ってんなお前は。今日は天気良くてよかったね。あ、逃げられた。逃げられたな。あの擬態能力じゃちょっと捕まえられへんな、一回逃げられたら。いやーでも出会えてよかった。場所を変えるか。いやー冬でも頑張って生きてるね。こちらは冬に成虫で越冬するキリギリス、首キリギスですね。まあ今音を聞いてわかると思うんですけども、冬の草刈りが入ってて逃げてきたんかな。震えてるじゃないか、大丈夫か。
頑張って冬を越してます。I'm not a wash